はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。ここのところフラワー TV がね、全然こうアップできてなくて本当に申し訳なく思っております。実は昨日より私の主催を務める N フラワーデザインスクール展っていうのが横浜の山下公園の氷川湾という歴史的建造物の船の中でね、行われています。こちらの準備で、実はこのね展示会を行いますよっていうビデオとか、あとこう私もいますのでぜひ見に来てくださいねっていうビデオなんかも撮っていたんですけれども、それを編集するのが今日は2日目が終わったところなんですが、ここでやっとこう皆様にちょっとお伝えする時間ができたので、ビデオを新しいビデオを撮っています。そして、第1日目も2000人を超えるお客様がいらっしゃってくださって、2日目はさらにね、今日はですけども、超えるお客様がご来店くださいまして、本当に感謝しています。もうね、本当こう遠くの会員さんとかもこう出品していただいてるんですけれども、その方の会員さんの関係の方なんかもね、たくさんいらしていただいて、本当に遠くからこう多くの方が見に来てくださっています。もうなんかな、僕は本当にこう話しかできないお花バカなんですけれども、こういうね、僕だけの力だったのに本当にここまでは来れなかったし、だからこの N フラワーデザインスクールというね、スクールを作って本当に良かったなっていう気持ちで今いっぱいです。そして、今日もこう、スクールながら全ての作品を見て、ものすごいこうパワーのあるスクールだなと思っています。これはね、自画自賛じゃなくて本当に思っています。これは自画自賛じゃなくて自画自賛なんですけど、もう他には負けないと思います。ここだけはね、なのでぜひね、ラスト1日また明日ありますので、ちょっと天気やね、少し雨が降ったり悪くなるようですが、ぜひ見に来てくださってほしいと思います。とにかくもう本当に氷川丸っていう船は、宮崎アニメの送り小坂の中にも出てくるようなものすごい素晴らしい船なんですね。そこでこう展示会を行えたということ、これも本当に氷川丸の船長さんをはじめ日本郵政の方全てにね、感謝しています。もう何ですかね、もうその感謝という言葉しかね、実は今回ないんですね。会員さんにも、出品してくださった会員さんにも感謝、その場所でできたということにもね感謝。本当にこう僕はね、多分そういう意味で幸せなんだなと思います。そんな N フラワーデザインスクール展での作品をね、僕がこう今日ちょっとビデオに撮ったんですけれども、なんかやっぱちょっとこうお客さんが入る前の段階だったんで、暗いところとかは全然こう撮れてなくて、ちょっと明るくなってる場所しか綺麗に撮れてなかったんで、全ての作品は100点全ての作品は、全然こう暗くて見えないところもありますので映ってはいないんですけれども、少しだけね、皆様にこう紹介したいと思います。またこの作品は、全てねプロのカメラマンによって写真はね全て撮ってありますので、それは、ね、いずれねまた皆様にお見せしようと思います。なので今日はちょっとこの素人カメラマンの私が撮ったグダグダな映像で申し訳ありませんが、少しだけこうお見せしたいと思います。そしてこうね、本当にこう
選していただいたすべての皆様、そして出品してくださった会員の皆様、そしてこう氷川丸店を氷川丸と、やらせてくださった、船長をはじめ日本郵船の方皆さん、全てに感謝をして今日、まあ、今回はこれはHow to とかではないですね。ビデオレターですかね。ビデオレターを終了したいと思います。では、今後とも NFT ワールドスクールをよろしくお願いいたします。